リム、デュアルインラインメモリーモジュール SFP モデルを取り付けるネジを取り外してフォーマッタカバーをスライドさせて取り外しますリムを取り付けます フォーマットカバーを取り付けます。 ネジを取り付けます。HP サポートの YouTube チャンネルには他にも役に立つ動画を多数用意しています。